尿膜は有用膜類の受体産物の一部である。肺のガス交換を助け、液状の老廃物を処理する。溶膜や小膜といった他の肺体外膜とともに、尿膜は人を含む有用膜類を特徴づけている。この袋状の構造は消化器系及び泌尿器系に接続され、血管網で覆われている。尿膜の機能は肺から液状の老廃物を集めるとともに、 肺により使用されたガスを交換することである。この構造ははじめ、爬虫類において窒素性の老廃物を貯蔵するとともに、肺に酸素を供給するため形成された。酸素は卵化を介して、尿膜に吸収される。卵性の放乳類である、カモノハシメでも尿膜の機能は同様である。多くの有体類において尿膜は血管を持たないが、 窒素性の老廃物を貯蔵するために用いられる。また、多くの有体類において、尿膜は、小膜と融合しない。例外は、バンディクートの尿膜であり、血管網を有するとと,ともに、小膜とも融合する。体盤性の哺乳類において、尿膜は、最大の一部であり、その軸となる。ダウンズ。 KM1998 First Aid for the USMLE s t e p 1 2 0 8 h t t p ススララッッシシュュ w w w a n s w e r s c o m スラッシュトピックスラッシュ ALLANTOIS ありがとうございます。